どうも、ルイです。今回はですね、セイントセイヤ、レジェンド・オブ・ジャスティスをやっていきたいと思います。リセマラをね、ちょっとやっていきたいんですけど、で、今、1月21日の現段階での状況なんですけどね、今撮ってるのは。まあ、サーバーの方が選べるようになっていて、今はですね、レオの4まで出てますね。かなりサーバーが多いんですけど、このサーバーを変えることによって、まあ、リセマラができますよっていう現状なんですが、ただですね、ちょっともう満員のサーバーとかは入れなくなってます。例えば、ペガサスの1に入ろうとしても、まあ、こんな感じでね、弾かれると。で、まあ、入れるサーバーって限られてくるとは思うんですけど、まあ、探していけばね、いくつか入れますんで、まあ、それでちょっとやっていってもらえれば。じゃあ、ちょっとやってみましょうかね。じゃあ、レオの方でいきます。まあまあ、最初ね、まあ、チュートリアルみたいな画面になるんですが、まあ、これはね、まあ、タップして指示に従って進めていくと。で、ちょっと、進めていきます。はい。今ですね、1の12をクリアして、まあ、ガチャがね、できるところまで来て、まあ、10連ですね。10連できるというところまで来てますと。で、まあちょっと提供割合を見たいんですけど、まあ見れないですね で、一応ね、今回、10連なんですけど、まあ、星5の剣士はまあ1体確定と。で、ゴールドセイントはまあ1体確定で出てきます。で、まあ、ちょっと行ってみましょうか。で、ここで、まあ、引きたいのが、まあ、確率で0.01%のセイントがいるんですけど、まあ、それが出たら、まあ、終わりです、リセマラ。まあ、まあ、出ないです。で、もうここでね、バレちゃうんで、誰が来るか。はい。多分ね、アフロディーテかな、今の。あ、アフロディーテですね。ただね、このアフロディーテ、初めて弾きました。で、まあ、その、リセマラのやり方として、まあ、この段階で、まあ、終わってもいいっちゃいいんですけど、今ね、ちょっと指示通りに進めないと、ちょっと自由にできないので、進めて、まあ、この段階ですね。この段階でちょっと自由に動けるという感じなんですけど、で、まあ、やっていただきたいのが、今ね、まあ、こちら、今、アイコンタップしたんですけど、で、アイコンの設定からですね、設定の、まあ、交換コードっていうところがあるので、こちらで、まあ、エイココスモですかね。を入力すると。で、まあ、これを必ずやっていただきたいっていう形ですね。で、まあ、この報酬なんですけど、
バッグの方からでアイテムで選択できますんで、でこれできるだけ早く受け取っていただくと、でこれ2回ガチャ引けますんで、でこの毎日でログインで、まあ、次々と60日間ずっとこれもらえるんですけど、この1日目、まあ、アイテムですね、これ宝箱を開けた時から24時間後に次の、宝箱がゲットできるという形なので、まあ、なるべくちょっと早めに飽きていきたいという感じですね。でこれ、60日間全部取り終えたら、まあ、ガチャが200回できますよっていう形になってますと。で自分がやってるリセマラっていうのが、まあ、ここで終わってもいいんですよ。ここで終わってもいいんですけど、これまあ冒険をねちょっと進めていくと、もう10連ぐらいまでのちょっとね石が貯めれるような形にはなるんで、一応そこまで進めてもう10連様子見てみたいな形でもいいかもしれないですね。でまあもうこの最初の10連でちょっとキャラが気に食わないっていう場合はサーバーを変えていただいて、まあ、どんどんやっていただくっていう形ですかね。でまあ狙いたいのが、まあ、この佐賀、この佐賀、アテナの盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。と、まあ、佐賀悪ですかね。とカノン。神だ。このカノンが大地と海の神になるのだ。ソレントはアテナのためにコスモを信じたくなければ、まあ、補助的なキャラなんで、まあ、できればサガの方か、まあ、善か悪か、それかカノンを当てれたらラッキーかなという感じですね。まあ、なかなかねその 0.01% なので、なかなかちょっと、まあ、リセマラやってても、まあ、難しいっちゃ難しいです。なので、まあ、妥協点としては、まあ、個人的にちょっと使ってて強いなと思ったのは、まあ、デスマスクですかね。デスマスクが強いのと、まあ、カミューも強いって言われてますよね。で、あと個人的にどうこう。まあ、このあたりがいいんじゃないかなと。で、それプラス、まあ、ゴールドセイントが、まあ、一緒に来てくれたらラッキーかなと。で、ゴールドセイント以外でも、まあ、ミスティとか、あと、ハルゲティですかね。このあたりも一緒に来てくれたらラッキーかなという感じで、まあ、リセマラのその妥協点としては、一応ね、複数、のサーバーを、移動して、まあ、こういう形でガチャできるので、まあ、自分がやってるリセマラのやり方としては、何日か経てばですね、この、3日かな？これ3日の、3日目のログインで10連できるんですよ。で、それプラス、ちょっと冒険を進めていくっていう形をすれば、複数のサーバーで、30連、1サーバー30連ぐらいは、もっとできるな。
50連ぐらいできるんですよ。今確かね、一サーバー54連とかそのあたりガチャ回してるんで、もちろん無料でね。で、それを複数のサーバーでやって、で、出たセイントあるじゃないですか。で、一番その引きが良かったサーバーで始めていくっていう、まあ、そういったリスマラーを自分はやってますね。で、まあ大事なポイントとしては、この、まあ、石をちょっと集めたいんですけど、まあ、こういったね、こういったところを全部星をもらっておくと、まあ、とにかく星をもらっておく、これが大事です。でメールも届きますんでね。この辺もしっかりともらっておくと。で、まあこのかけらも、まあ、しっかり消費していくと。で、まあ、なぜその消費するかっていうと、セイントのところで、まあ、図鑑っていうのがあるんですよね。で、この図鑑で、まあ、新規セイントのここですね、矢印が出てる通り、まあ、報酬がちゃんとゲットできると。この図鑑でも石を集めておくと。で、まあこんな感じで、まあ石を今現時点で2240溜まってるんですけど、10連が、まあ、2700必要なんでね、まあ、2700になるまでね、ちょっと冒険でストーリーを進めていてもいいかもしれないですね。で、まあもう一度ちょっとおさらいで、リセマラ終了、まあ一発でね来て終わりっていうのは、このどこだ、このカノン、まあカノンと、まあ、サガ、君が諦めない限り何度でも、で、差が開くね。この辺が来たらもうすぐ終わっていいと思います。で、まあ妥協点としては、まあ、個人的にね、まあいろいろ使ってみて、まあカミュー、まあどうこう、デスマスク、この辺が結構強かったです。で、結構まあ他の方だったらムーが強いって言われてるんですけど、まあ育成を進めていけばちょっと強くなるかもしれないですね。ちょっと最初の段階ではちょっと自分的には、まあ自分もムー持ってるんですけど、ムー持ってるサーバーあるんですけど、
そこまでかなっていう感じでしたけどね。で、それプラス、あ、ミスティとかいいですね。ミスティと、アルゲティ。この辺ですかね。で、それとね、意外とね、埋もれてるのがこれ、これジェネね。私はどうしてもお前を死なせたくない。この辺もいいと思います。で、この辺が、まあ、複数のね、セイントが被ったサーバーでちょっと始めていくのが、リセマラやっていていいんじゃないのかなと。このもうどうしてもね、どうしてもサガとか、まあ善悪とまあカノンで始めたいっていう方は、なかなか、なかなか根気がいるとは思います。今のところ自分も結構10サバ以上でちょっとリセマラ、ずっと継続中なんですけど、なかなかね、その今言ったサガとかカノンっていうのはね、お目にかかっておりません。まあ欲しいっちゃ欲しいですけどね。まあ大体こんな感じでちょっと自分の方はリセマラを進めていってますということなんですけど、あとアイコンタップして、まあ設定からサーバーね、これサーバー選択できますんで、こんな感じでサーバー移動ですね。これでまあ簡単にサーバーが移動できますよという感じですかね。ということでね、まあ本日はまあここまでにしておきましょうか。まあよかったら皆さん高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、また。